はいどうも、ふめりょうです。つむつむ続報ということで、ピックアップガチャの情報が解禁されました。声ひびおで申し訳ございません。こちらがですね、私の予想なんですけども、はい、指数とマネドラ当たりました。やっぱ最近の傾向当たってますね。はい、ということでラインナップはスタイリッシュクルエラマネドラプリンセスミニ、プリンセスミニここで来る、はい、リロイイブカメラダンボ指数ワートクルーズラミレスというところです。プリンセスミニはね、2年前の放出ツムだったかな。はい、ということで、まあ一応放出ツムでなかなか復活しないツムではあると思うので、まあちょっとレア感はあるかなと思います。初復活かな、初復活の可能性もあるし、ちょっとその辺またコメントとかで見てもらえたらなと思います。でラストショーはサプライズエルサというところで、いや、エルサ関連もずっと来てますね。はい、エルゴラ来ないけどということで、まあ引くべきかで言うとですね、あの超絶ドスル案件でいいと思います、基本的には。はい、サプエルはね、まあ結構初期積むなんでスキルマの方も多いかと思うんで、まあ、その辺の方は好き地回収してもいいかなと思います。まあ、あとこれ常駐積むなんで、いずれスキルマにする予定っていう方もまあ一応引いてもいいかなと思ってます。一応ね、明日の朝に全ツムのスキル紹介とか、いつ復活したのかとか、まあ、その辺の詳細の動画あげようかなと思ってるんで、またそこをね参考にしてもらえたらなと思います。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。